他のサボテン、銀冠玉とかカブトみたいにね、立派に大きく育った10センチとかね、そういうのはなかなか、業者さんのところにもなくって、入ってくるものは割と小さいサイズのものが多いんですが、まあ大体6、7センチ、7、8センチぐらいからですね、このてっぺんに綿毛が結構出てきて盛り上がるようになってきて、で大体ほとんど白って言っていいぐらいの、色の薄い花を咲かせてます。で、そのようになってくると、このイボの、ね、配列が非常にきれいに幾何学的に揃って、でまさに帝の冠にふさわしいような形になってきます。で菊水なんかは立派な株、どこからか持ってきて育てて、どんなに注意しても背が高くなったりくびれたりしやすいんですが、比較的定冠は姿のいいまま長時間維持することのできるサボテンです。